ブルーノートスケールをたくさん練習したんだけれども、なんかこれじゃない感っていうのがあるんですよね。結論から言っちゃうんですけれども、の音もうまく使ってあげる。こんにちは。本日はブルーノートスケールをたくさん練習したんだけれども、こうソロアドリブでこううまくいかない方へ向けての、僕なりのアドバイスをさせていただけたらなと、思います。皆さん、ブルーノートスケールは、取り組んだことありますでしょうか。おそらくこの動画を見られている方はね、まあ、サムネイルとタイトルで、多分興味を持っていただいたので、少なからずは、取り組まれたことあると思います。僕も、ジャズを始めたのが大学生からなんですけれども、だいぶ早い段階でブルーノートスケールっていう存在を知って、練習はしていました。なんですけれども、練習はしたはいいんだけれども、実際アドリブになると、まあブルーノートスケールをまあ吹いても、なんかあんまりこう決まってないというか、なんかこれじゃない感っていうのがあるんですよね。 CD とか上手な人の演奏を聞いたあのブルージーな感じとはまた違った、なんかやぼったい感じっていうんですかね、なんか間違ってはないんだけれども、うまく吹けてないなっていう、なんかコンプレックスがあった時期っていうのがありました。そういった僕の過去の悩みっていうのを今、抱えていらっしゃる方っていうのもいらっしゃるかなと思いまして、まあ、僕なりに、アドバイスをさせていただけたらなと、思います。そしたらまず結論から言っちゃうんですけれども、ブルーノートスケール以外の音もうまく使ってあげるっていうのが、ブルージーなフレーズを吹いたりする時のポイントになります。じゃあまず簡単にブルーノートスケールの解説を簡単にさせていただきます。今回は C メジャーを、基準としてお話しさせていただくんですけれども、じゃあまず C メジャースケールを吹きます。でこの中の、ドミソシ、さらにはミソシの音を、この音をフラットにします。そうするとちょっと音を増やしました。そしてさらにその中で、ブルージーなところだけを抽出すると、このように C のブルーノートスケールを作ることができます。おそらく皆さんこの形で、ブルーノートスケールっていうのは練習されてると思うんですよ。でこのスケールっていうのは、まあ、ブルーノートスケールっていう名前、まあ、そのままだから当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、ブルージーな感じっていうのがかなりこう前面に出てくるんですよ。ただこのスケールの音だけでソロを取ったりしちゃうと、なんていうかな、同じブルージーな感じしか伝わってこなくなっちゃうんですよ。それではブルーノートスケールの音だけを使って、なんか簡単なアドリブみたいなものを吹いてみたいと思います。ワン、アトゥー、うんうん、まさになんかこうブルージーな感じっていうのが伝わると思うんですけれども、ブルーノートスケールだけでアドリブをすると、やっぱりこの味っていうんですかね、このカラーしか伝わってこないんですよね。でそれがやっぱりこうブルーノートスケールを練習して、それを、なんか自分の演奏にこうつなげていくと、なんかこれじゃない感っていうものになっていくんじゃないかなって思うんですね。そこで先ほど結論をお話ししました、ブルーノートスケール以外の音もうまく使ってあげるっていうところなんですけれども、まあやみくもに何でもかんでも使うっていうわけではなくてですね、僕なんていうかな、ブルーノートスケールっぽいような、ちょっと、なんていうかな、まあ誤解を恐れずに言うと、まあダサいアドリブになっちゃう、ダサいアドリブを回避する方法としては、ミのフラットを吹いた後にミのナチュラルを入れてあげる、この、パターンっていうのも作ってあげると、こうブルーノートスケールだけで、演奏するよりも結構かっこよく、変わっていくんじゃないかなって思います。例えばすごい分かりやすいところで言うと、ドミソって吹くとき、ブルーノートスケールだけしか吹いてない場合ってで、降りてくる時もソミドだったらで、ここにミのフラットの後にミのナチュラルを入れてあげる。そうするとおお、なんかちょっと変わりましたね。で降りる時もソ、ミのフラット、ミのナチュラル、ドって入れてくると
なんかかっこよくなりましたよね。でもちろんこのミのフラットを吹いた後にミのナチュラルを必ず入れろっていうわけではないです。これ必ず入れるような練習ばっかりしちゃうと、それはそれで、また一緒くたな、なんかフレーズに聞こえてしまうので、ミのフラット単体で使うこともあれば、ミのフラットミのナチュラルっていう、使い方もしてあげることによってフレーズのバリエーションが増えて、聞いてて吹いててこれじゃない感っていうのは少しなくなっていくんじゃないのかなって思います。それではブルーノートスケールにプラス、ミのフラットを吹いた後にミのナチュラルも入れてあげるっていうパターンも織り交ぜながら、なんか一フレーズ吹いてみたいと思います。ワン、ツー、いかがでしょうか。違い分かりますかね。これ多分一フレーズで吹いた時ってあんまりこう分かんないんですけれども、ソロの、吹いてる時間が長くなれば長くなるほど、この音を追加することの大切さっていうのが、まあ、明確になっていくんじゃないのかなって僕は思っております。このブルーノートスケールにプラス、ナチュラルの、サードの音を入れてあげる、ここにプラス、2,6,7 の音も入れてあげるともっとバリエーションが出てくると思います。ただ7番目の音に関しては今鳴ってるコードに対して使えるか使えないかっていうのが出てくるので、まあ、そこはちょっと注意が必要ですね。例えば C メジャーとか C メジャー7の中で、ブルーノートスケールを使うっていうのは良かったとしても、C7 の中で、メジャー7の音 C のナチュラルを使っちゃうっていうのはこれはアボイドの音、いわゆる、ぶつかっちゃってる音になっちゃうので、まあ、そこはちょっと注意が必要になります。ここまで音を追加してあげると、一番最初に、お話ししてたC メジャースケールの中に、ブルーノートを入れ込んだ、元々の形になるんですよね。でこうなると、まあ、選択できる音が増えるので、逆にそれがちょっとあの難易度を上げてしまうんですけれども、やっぱりこれだけ、いろんな音が使える状態になると、ブルーススケールっていうのもなんか一辺倒ではなく聴いてて楽しいフレーズになっていくんじゃないのかなって思います。それではブルーノートスケールにプラス2,3,6,7番目の音も使って、アドリブを吹いてみたいと思います。ワン、アク、感じですかね。はい、ということで本日はブルーノートスケールを練習して、そこからどうやって、そのブルーノートスケールを発展させて、アドリブだったりとか自分のフレーズをかっこよくしていくかっていうところに焦点を当てて、動画をちょっと撮らさせていただきました。結構ブルーノートスケール練習したはいいものの、なんか、うまくいかないなってなってそのままお蔵入りにさしちゃってる人っていうのももしかしたらね、いらっしゃるかもしれないので、僕が実際そうでした。一時期ちょっとブルースに苦手意識あったんですけれども、まあ、そういった方はぜひちょっと今回の動画を参考にしていただいて、ちょっとまたブルースにチャレンジいただけたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。どうもありがとうございました。